根本幸則は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。国土交通大臣政務官兼、内閣府大臣政務官、豊橋市議会議員を歴任。北海道砂川市生まれ。田原町立東部小学校編入後、豊橋市立杉山小学校を卒業。豊橋市立湘南中学校、愛知県立自習館高等学校を卒業。 1988年3月、一橋大学経済学部卒業。同年4月、株式会社リクルートに就職。リクルート社マネージャーなどを務めた。1999年、リクルートを退職。同年4月から2002年8月まで参議院議員の秘書を務めた。2003年4月、豊橋市議会議員選挙に初当選。2007年4月、 豊橋市議会議員選挙で再選を果たす。市議会建設消防委員会委員長、福祉教育委員会委員長、環境経済委員会委員長を歴任。2010年9月21日、前年の総選挙で落選した山本昭彦が政界引退を表明。同年10月16日、自由民主党愛知県第15選挙区支部は役員会を開き、 公認の支部長に根本を選出した。翌年2011年4月24日に行われた市議選には出馬せず、2012年12月第46回衆議院議員総選挙に愛知中5区から自由民主党公認で出馬。民主党現職の森本和義ら5人の候補者を下し初当選した。自由民主党政務調査会農林部会副部会長を経て、 2014年12月、第47回衆議院議員総選挙に、愛知15区で再選。2016年8月5日、第3次安倍第2次改造内閣で、谷脇明が局長を務める、土地、建設産業局等担当の国土、交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官に、就任。2017年10月、第48回衆議院議員総選挙に、 愛知15区で参戦自由民主党運輸、交通関係団体委員会副委員長兼自由、民主党政務調査会内閣、第二部会副部会長兼農林部会副部会長。ありがとうございます。